阪神競馬場11レースは第60回神戸新聞杯 G2 菊花賞トライアル芝の 2400m 戦、出走馬15頭。阪神競馬場には再び青空が戻ってきました。緩やかに風が流れています。お昼の時点で両馬場に乾いた芝コース 2400m 戦、最後の一冠菊花賞に向けてそれぞれの思惑を胸にゲートイン。さてスタンド前、右手のゲートインは最後に15番ブレイザートレイル収まりました。スタートしました。14番ゴールドシップスタートを決めています。少し気合をつけています。さあまず先行争いは真ん中から8番名将門松、外を押して12番組のポールスター、この2頭2馬身切れて13番ナムラビクター3番手、15番ブレイザートレイル4番手、その後1馬身半差インコース、1番ミルドリーム、さらには2番ユーキソルジャーが続いていって1コーナーカーブ、日差しを浴びながら1コーナーを回っていきます。あと2馬身がいて3番テイエムハエンカゼ、その後9番ベールドインパクト、その後ろ11番マウントシャスタです。ゴールドシップは中段の後ろ2コーナー回っています。12番踏みのポールスター行きました。2馬身リード、8番名将門松2番手になって向こう上面、あとは2馬身切れて15番ブレイザートレイル3番手、13番ナムラビクター4番手、その後ろ2番ユーキソルジャーが行って1200を切りました。その後ろ3馬身切れてポツンと1番ミルドリーム、その後ろまた3馬身がいた中段、9番ベールドインパクト、インコースは3番テンエムハエンカゼ、その後ろに11番マウントシャスタです。さらにインコースからは5番エイシングングン 1400m を切りました。その後14番ゴールドシップ中段後ろのグループ馬群の一角を占めて、あとは6番ロードアクレイム、その後後方3馬身4馬身切れました。7番ヒストリカルは後方から3番手、その後1馬身半差4番カポーティスター、最後方は10番ローゼンケーリッヒ、縦に長い展開で3コーナーカーブを回って 1000m 切りました。逃げます12番組のポールスター、リードは1馬身半、8番名将門松、気合をつけながら差を詰めての2番手、3、4コーナー中間、その後ろは4馬身が空いています。15番ブレイザートレイル3番手、その外2番ユーキソルジャー4番手、その後ろまだ3馬身が空いています。13番ナムラビクター、その後ろが2馬身差で、じわっと9番ベールドインパクト、インコース1番ビルドリーム、そしてスパートを開始、14番ゴールドシップ皐月賞馬スパートを開始している。そして中段の後ろに11番のマウントシャスタ、オーストに持ち出して6番ロードアクレイム、7番ヒストリカル、直線コースへ向かいました。さあ今度は8番名将門松が先頭か、間を割るように15番ブレイザートレイル上がってきた、さらに外からは2番ユーキソルジャー追い込んで、一気に皐月賞馬が抜けました。14番ゴールドシップ坂を駆け上がって200を切って2馬身半リード、そして後方からは6番ノードアクレイム、内からチリチリッと11番マウントシャスタは3番手まで格の違いです。ゴールドシップゴール完勝でした。2着6番ノードアクレイム、そして11番マウントシャスタは3着まで。4コーナーで内田騎手が仕掛けました。そこからの反応が違った。14番ゴールドシップ、これが皐月賞馬の格というもの、圧勝完勝でした。そして後方から大外を回って追い上げて6番ロードアクレイムが2着で、4コーナーでは中段馬群の後ろ、そこから内に進路を取った11番のマウントシャスタは3着。勝ち時計2分25秒に、ゴールまでの 800m 47秒4、 600m は35秒8でした。ダービーこそ悔しい思いをしたものの、最後の一冠菊花賞制覇、世代の二冠制覇へ、ここで格の違いを見せた皐月賞馬のゴールドシップ、圧巻の走りでした。2着6番ロードアクレイム、そして11番マウントシャスタ3着まで、その後また開いて2番のユーキソルジャー以下。神戸新聞杯14番ゴールドシップ、皐月賞馬ゴールドシップ、ダービーの悔しさを最後の一冠菊花賞、世代の二冠制覇へ、夢が大きく膨らむ圧勝劇でした。1着14番ゴールドシップ、2着6番ロードアクレイム、3着11番マウントシャスタ、4着2番ユーキソルジャー、5着争い写真判定です。確定までしばらくお待ちください。